こんにちは。こんにちは。タイムスケープです。今回はハッセルブラッドのフィルムの詰め方を説明したいと思います。これハッセルブラッド、いわゆる中盤カメラですね。中盤カメラってまあ645とか66とか67、68、69とかっていろいろあるんですけど、ハッセルブラッドは66です。66っていうのは正方形ですね。インスタとかスクエア、いわゆるスクエア、正方形の形で撮れます。で、普通の35のカメラと何が違うかっていうと、フィルムが、35だと、まあ、ボディにそのまま装着するんですけど、このハッセルはボディとフィルム装着するマガジンって言います。これが別々になってます。で、このマガジンに装着してボディと結合して撮る、こういう感じのカメラです。なのでフィルムを巻くときはこのマガジンを外した状態で巻きます。こういう感じですね。こうやって引き戸があって、ではフィルムの詰め方を説明していきたいと思います。マガジンなんですけど、ボディと接合する部分なので、セーム側だったりなんかウエストとか優しい布の上に置いてフィルムチェンジをするのがいいと思います。この引き蓋のつまみがこうなってると引っかかっちゃうので、これをこっちに倒してロックを外して左にクッと回します。するとこれ外れるので、こういう感じになっております。とてもデリケートなので優しく扱ってください。フィルムを詰める前にブロワーでホコリを払ってあげましょう。またこれもホコリがつくとね、フィルムにそのまま映っちゃうのでとても良くないです。中もね、綺麗です。はい、はい、じゃあマガジン綺麗になったのでフィルムを詰めていきます。ここロックがあるのでこれを外して左に回してこれを外します。外した後これ戻してください。これ後で説明しますね。で、下にスプールがあるのでこの空のスプールをちょっと優しく上に移動させてあげてください。で、このフィルムを下に装着するんですけど、ベロが下に来るようにセットします。これを裏側に通すんですが、ハッセルでこれ気をつけないといけないのが、ここに銀色の押さえがあるんですけど、フィルムがここで噛むように入れてあげます。これがこう上に来ちゃうとピントが合わないとかそういう現象が起こるので、必ず噛むように装着します。で、さっき言ったロックが解除されたこの左側の状態だと、ここが結婚でここに入らないようになっちゃうんですね。必ずここは垂直に立った状態でフィルムを装着してください。ここ噛みます。ここ噛んでスプールの穴にベロを入れてくるくるっとで巻いていくと、矢印が出てるのでマガジン側の赤い矢印を合わせます。このマガジンに装着してロックをします。ここのレバーをぐるぐるぐるーっと回します。止まるとこまで回します。はい、これで1出し完了。取れる準備が整いました。はい、回りました。流れでフィルムを詰めていきたいと思います。